はいどうもアンダーソンです。今日も始まりましたヌルクラ、ヌルート中年マイクラ始末。この動画は私アンダーソンがですね、マインクラフトのサバイバルワールドでヌルークソロライフを送るというそういう動画でございます。実はこのフレーズ言うのもすごく久しぶりでして、撮影自体がねすごく久しぶりなんですね。前回アップロードした動画、マグ兄弟のね、ワールドでね、石のね、古いね、丸石しか取れないようなね、しかも効率の良くないクソでかいね、丸石装置を作りつつ迷子になったり、村から兄弟の竹とね、サトウキビですね、勝手に切ってくるっていうそういう回だったんですけど、ですね、あれなんですよ、実はね、遅くなったのにもちょっとした理由がありましてですね、で、まあ、こちら側の問題といえばこちら側の問題なんですが、ちょっとやらかしちまいましてね、そのやらかした話をね、まずね、今回始める前に、やりたいと思いますので、どうかね、ちょっと長くなっちゃいそうですけど、お話を聞いていただけたらと思います。では、会見会場の方に移動しようと思います。はい、会見会場にね、移ってまいりました。先ほども言った通りですね、ちょっとやらかしたんですね。謝らなきゃならないような気もするし、損したのはしだけないような気もするし、なんですが、平たく言うとですね、あれなんですね、1.17 バージョンアップを急いでやったがためにワールドをぶっ壊してしまいました。ですね、先ほども言った通りですね、マグ兄弟のね、ワードに参加させていただいて、遊ばせてもらったりとかね、動画の撮影とかもさせていただいてるんですが、そちらがね、どうも 1.17 にバージョンアップするんじゃないのかっていうことでね、だったらこっちも先にやっとこうと思って、自分のワールドの方を 1.17 にバージョンアップしたんですね。ところが、マグワールドの方は兄弟がたくさんいて、で兄弟たちの意見も様々だったので、意見集約するまではちょっとアップロードしないっていうことになったっぽいんですね。ただ先走ってアップロードしたわしはどうなるんだっていう話で、助けてって言ったら兄弟のね、中で詳しい方がですね、教えてくださいまして、私そういうこと全然存じませんのでね、本当困ってたんですけど、やり方をちゃんと兄弟たちのね、ディスコードの方に上げてくださってる方がいらっしゃってですね、でタンコさんがそれを教えてくださってですね、本当ありがとうございます。そのやり方をやったおかげで、とりあえずあれですね、ダウングレード 1.16 の元のバージョンにね、戻すことはできたんですが、戻した途端ですね、やっぱりアップロードした弊害がちょっと出てきちゃったんですね。で、その弊害について、まあ気づいたことって言ったら2つしかないんですけど、その気づいたこと2つについてちょっとご説明するために、再びワールドに戻ろうと思います。ヌルクラ、はい、というわけで村の方に戻ってまいりました。ですね、私のね、動画をね、見てくださってる方はわかるのではないかと思うんですが、ここは村の中心の噴水みたいなところなんですよね。でこの周りってね、全部道ブロックになってたんですよね。で今全然ないじゃないですか。これがね、あれなんですよ、その1個目の害で、道ブロック、1.17 だと土の道っていうことになってるらしいんですけど、それがね、全部えぐれてたんですね。えぐれて全部穴になってたんですよ。で、他の名打てのマインクラフターたちのようにね、石の道を作ってなかったんですね。あ、村人いっぱい集まってきたな。そのおかげでね、村の中ボッコンボッコンになってたんですよ。すげえ量のね、道が全部えぐれてたんですね。それをね、頑張ってよそから土を持ってきて埋めてたんですよ。で、埋めてる最中に気づいてたんですよ。気づいたんですよ。村人がいないんですよ。今まあ、こうやってうろうろしてハンハン言ってますけどね、入った直後ね、誰もいなかったの。誰もいなかったし、うんざりするほどいたアイアンゴールも全部いなくなってったんですね。今これ、全然見えないでしょ。
すげえ量のアイアンゴーレム見たんですよ。で、あのこの後方ですよね、マグニーさんのあのモニュメントの見えるあの建物の向こうにですね、あの村から追放して村の周りを守ってたアイアンゴーレムがすげえ山ほどいたはずなんですよ。あ、なんかチェスト置きっぱなしになってます。誰一人いないんですよ。これね、どうもね、入港モブがね、全部リセットされたみたいなんですよね。で、もともとここもちゃんと村があったところなのに、村人がいないっていうことは、あれなんですよ、多分再計算されて、村の位置とか全部変わっちゃってるんですよね。だから、ここの村だけじゃなくて、以前冒険で行った砂漠の町とか、アカシアの町とか、まあ村ですよね、全部、村人いなくなっちゃってると思うんですね。行ってないんですけどね。まあ、そんなわけでね、もうやむを得ないので、ここの村だけね、クリエイティブモードにしてですね、クリエイティブ、まあ、ここの村だけという言い方もおかしいですけど、村人を復活させたのがここの村だけなんですね。クリエイティブモードでちょっと村人をね、最小限の数ですね、復活させて、こことですね、屋敷の中と、あとこっちの方にあったタワーですね、あそこのなんだっけ、エンドクリスタルシップ、あそこにもいっぱい石工と道具鍛冶いたんですけど、一人もいなくなってたんですね。なので各エリアですね、目ぼしいところに最小限2人ぐらいずつね、村人をちょっと誕生させてですね、この豚さんたちはあれです、再計算された時に多分損しただけのものなんで、私が生み出したわけじゃないんですけど、この辺の道とかもね、このドズルズハンハウス、ボンジュースハウスに全部つながってた道全部剥がれてるんですね。月綺麗なのが忌々しいわ、本当に。ちょっと数禍々しいですね、赤い月の向こうだとね。まあそんなわけでね、裏というか、わー思いながら一生懸命こう直したわけですね。ここにね、以前ね、旅行に一緒に行ったラバもいたんですけど、それももういなくなっちゃったんで、これもやむを得ずもうスポーンエッグでちょっと復活させたんですね。でその時にもううっかりダブルクリックしちゃったもんだから2頭になっちゃったっていうね。ですのでもうモチベーションがだだ下がりだったわけです。それでもう全然マイクラもやらずで、前回とね、あと次回にあげるのもマグ兄弟サーバーのワールドの回なんですけど、それの編集も全然おぼつかずにですね、ずーっとぼーっとしてたんですね。他の配信はちょろちょろやりながらマイクラマイクラって思いながらね、ずーっとほったらかしになってたっていうね、そういう状況でした。で最近になってね、また実際にマグ兄弟サーバーがねアップグレードされるタイミングっていうのがちょっと決まったもんで、まあいつまでもしょんぼりしとれんだろうと、こっちも発展させなきゃいけないし、マグ兄弟サーバーの方もね、まだ訪ねて贈り物くださって訪ねていってないところとかもありますし、で前回のようにね、ギってきたもののお返しも一応しとかないといけないので、その辺のこともねちゃんとやっていかなきゃなと思って、こうしてマイクラをね再開しようと思ったところでございます。さてですね、それじゃあ今回は何をするかっていうとですね、さっきも言った通りもう道がないんですね。なのでこの村も結構、まあ、広いっちゃ広いというのかな、東西南北にちょっと分かれてるんで、区画整理をしつつね、新たに道を作りながら雑談でもしていこうかななんて思ってるんですよね。というのがですね、今回からですね、キーボードとマウスがちょっと新しくなりまして、一応ゲーム配信やってるんだから、格好だけでもゲーミングの道具をちょっと使った方がいいかなということでね、キーボードとマウスをそんないいものじゃないんですけど、ゲーミングのものに変えたんですね。そしたらね、マウスの動きがすげえ機敏すぎてですね、
なれないんですよ、なかなか。おっちゃんなんでね。なので、ちょっとマウスになれる方はですね、こう、スコップもね、こう、ダイヤのスコップをいくつか用意しましたので、これでね、ちょっと道を作りながらですね、普段だと、こぼれ話の方に回るような話をしながらですね、ちょっと、価格の整理をやっていこうと思います。こっちからね、初めてここに来た時には、この村に来たんでね、そこから、なんていうんですかね、この伝説が始まったわけですよ。しょぼい伝説ですけどね。で、こんな橋なかったんですけどね、作って向こう側の村というか、集落というか、あっちもの作ったんですが、あっちは活用する予定が今のところないですね。いい音すんな。例えば大原さんみたいにね、なんていうんですかね、こっち側を玉で埋めて、でこの辺の道を石にするっていうのも考えなくもなかったんですけどね。仮にね、後にそれをやるとしてもね、先にこうやって掘っといた方が、ここ変えればいいっていうのが分かりやすいですよね。あー、草がまだ伝播してないのか。大原さん、とチャンネル登録者数10万人超えおめでとうございます今言うことかよって感じだけど、いやすごいですよね、10万人とかね。ちょっと私ら雑魚実況者には、私ら言うたら他にね、同じような人たちがおるっていうわけでもないかもしれないですけど、ちょっと100人登録者が100人に満たない実況をやってる人間からしたら、10万人登録とかって想像もつかないですね。若いのにすげえなって思いますよ。グラスイーグルハウスも誰も使ってねえな。以前はね、石工高が寝てて、で朝になったらあっちのね、上のエンドクリスタルシップの方にね、通いの職人みたいな感じで行ってましたけどね。月でかいな。さあ、誰も使ってないんだ、ちょっとね、私が使わせてもらえますかね。あっちはでも2人住んでんな、夫婦なのかな分からんけど。おやすみー。わー、綺麗だ。おはようございます。さーて、じゃあ続きやっていきますかね。続きっつってもね、東西に分ける道はこれでできますね。東西じゃない、南北か。東西横切る、これがメインの道になりますね。で、メインの道はこれでいいとして、あっちですね、ポコナカさんハウスですね。ここにね、例のあまり効率の良くない丸石装置があるんですけどね、ここのあいつ石工？あ、違うか、違うならいいや。あの石切り台にね、反応する村人もきっと出てくるとは思うんですけどね。これはね、あれなんですよ、どうでもいい話じゃないんですけど、私実は本出すことになったんですね。マイクラとか技術者の本とかじゃなくて、普通にしょうもない小説一本書いたんですね。でそれが確かね、今の予定では11月15日ぐらいに発売になるんですね。で全国の書店とかアマゾンとかでね、販売されるので、ぜひぜひね、買っていただけたらと思います。著者名はもうこの通りアンダーソンですので、ぜひね、手に取っていただけたらと思いますね。ためになることは何も書いてないです。笑かそうと思って、あそこ埋まってねえな、
笑かそうと思ってるだけなんでね、ただただしょうもない話を真面目腐った文体で書いてるっていうね。今まで名通してもらった人たちからはおおむね好評なんで、そんなにつまんないもんでもないと思うんで、土持ってたな、埋めとこう。ぜひね、買っていただけたらというふうに思いますね。タイトルがちょっと長くてですね、メイといとことその女っていうタイトルです。よかった、あいつが通る前に埋めれた。これ荒土？その土じゃん、草生えてくれりゃいいじゃん。これ草が生えるまでまた待ちですね。こっちはじゃあ向こうですね。そこ自分家の屋根だったら別にいいけど、人ん家の屋根だったらめっちゃ失礼やね。あの北エリアはね、以前の村の時は一番最初にちょっと発展させようとして力で作った割には人が住んでなかったんで、今人住んでるの見るとちょっと嬉しいですね。建物はね、あっちの方がいい建物を建てたつもりなんですよ、広めのね。で、ドズルサンハウス、ボンジュールサンハウスがあるんで、ドズルサンハウスの中に旧型の釣り機があるんで、あれ壊してまた何かいいものを設置するように考えなきゃいけないですね。もっと効率のいい石装置とかをね、カズクラさんが作ってるの動画でちょっと見たんで、あそこまでのもんではないにしてもね、何かちょっともうちょっとコンパクトで感じいいやつを作れたらななんて思ったりもしてます。そしたらポコナカさんハウスの方はまた村人に開放してもいいかなと思ってるんです。あっち側村人住んでないんでね。あ、ゾン声がするな、この人嫌がるな。ここに穴があるんですよね、塞いだり湧き潰しとかしたつもりだったんですけどね、まあいいや。おっと、ここも土が埋まってなかった。結構土がちゃんと埋まってないところありますね。ちゃんとやったつもりだったのにな。まあそういうののチェックも兼ねてこういう作業やっとけばいいですよね。で、ここは閉まったな。ここまですることはなかったな。まあいいか。マグニーさんの動画でね、生中継でもやられてたんですけどね、マグ兄弟サーバーの夏祭りってのをやっててですね、私もまあ見てたんですけどね、すごいですよ。まあ、兄弟たちはすご腕が集まってるから、やることがでけえですよ。たくさんいるんですよ。だからいろんな方もいらっしゃってね、マグサーバーに入りたくて Java 版マイクラを始めましたという人もいらっしゃいましたし、で私みたいにね、長くやってても全然うまくならないような人も多分いると思うんで、だからなんていうんですかね、気負わずに面白そうだな、見てみたいなっていう気軽な感じでね、参加すればいいと思いますんでね。マグ兄弟になるにはみたいな一応概要欄に載せておきますのでね、そちらの方もちょっと見ていただけたらと思います。皆さんね、親切な方でね、分かんないことがあったら教えてくれますしね、看板でね、これこれが不足してるんですって書いたらね、次にインした時にからめっちゃくれてたりしますからね。マグ兄弟の中でね、多分ワールドの動画を一番最初にアップロードしたのって僕だと思うんですよ。まあいくつか理由があるんですけど、まあその中の一つにはね、マグ兄弟の中にで先駆けて動画を上げたという栄誉をちょっと預かりたいっていうそういう考えもまああるのはあったんですけど、一番大きいのはね、あれですよ、やっぱりこの夏でもやりうんのかねっていうふうに、ね、思ってもらえたらって思いましたね。この程度の腕のやつがマグ兄弟なんて言って
入ってるんだったら僕でも私でも普通にやれるんじゃないかなっていうふうにね、考えていただけたらっていうふうに思ったんですね。で動画にしてもね、さっきも言った通りね、あの程度の技術、あの程度の編集なんで、これぐらいの動画でいいんだったら、兄弟のね中にもね、これぐらいでいいんだったら僕も私も動画上げようっていうふうに思ってもらえたらね、また幸いですだったっていうのがあってね、とにかく、まあ、中でちょっと啓蒙したかったっていうのがありますね。やっぱりね、上手い人のプレーって見たいじゃないですか。これちょっと嫌な位置にあるな。どうしようかな、これ。ここのランタンがあるから大丈夫だと思うんだけどな。まあ、湧いたらちょっと考えよう。話途中になりましたがね。なんて言うんですかね。マグニーサンハウスの中にも人がいますね。凄腕のマインクラフターの皆さんってやっぱりマイクラをやることに夢中になられる人の方が多いと思うんですね。で、なかなかね、ご本人とかね、知ってる場じゃないとなかなかそこを見に行くことって難しいんですよね。で、知らないのももったいないですし、で、そんなすごいならわしだって見たいわって思いますし、まあ、そういう感じでね、少しでもね、ここもなんかちょっと出入り口つけたいな。なんて言うんですかね。動画をちょっと、上手い人も上げてくださいよみたいな部分もあってですね。これはあちらとつなげたいから。ここが一応動線にしてるんですね。なので、こういう感じかな。で、とにかくそれで動画をね上げる兄弟が増えていったらいいなと思いますし、もしね私の動画を見て自分も動画を上げてみようと思われた方がいらっしゃったらね、ありがたいですしね。またね、マグニーさんのワールドの方にもね、呼んでいただける機会があったら、ぜひとも参加したいですしね。そうそう、そういう機会があるんですよ。兄弟サーバーで遊べるというのもあるんですけど、マグニーさんご自身がね、兄弟たちの力を借りたいっていう時にですね、招集をかけてですね、実際にマグニーさんの撮影に自分が参加できる、おお、またこっちねえや、可能性もあるんでね、なかなかないですからね。まあ参加するためにはね、YouTube のメンバーになるですとか、ミルダムのサブスクに入るですとか、お金のかかることなんでね、不活なことはちょっと言えないんですけどね。それもね、まあ、そんなに高い価格でもないんでね、ぜひね、参加いただいてですね。で別に YouTube 派だとか、ミルダム派だとかいう派閥も特にないんでね。せいぜいあるとしたら、ネザーで暮らしてます派とかね。先ほどね、私にワールドのね、復旧の坂田の場所を教えてくださったタンコさんだからね、ネザーの女神と呼ばれるぐらい、ネザーワールドで生活をするっていうね、動画も実際上げられてますんでね。なあ、そう、タンコさんのね、動画というかチャンネルに対するリンクもちょっと概要欄の方に貼っておきますんでね、ぜひね、そちらもご覧になっていただいてですね、タンコさん以外にも一緒にね、ネザーで暮らしている人たちがいて、この人らもまたすごいですからね。ネザーだけじゃなくてね、夏祭りの会場にもなりましたけど、エンドで暮らしている人たちもいるんでね、
ネザーとかエンドとかってね、やっぱりすごく死にやすい場所なんで、そういうところで普通に暮らしてるってのはすげえと思いますよ。斜めに継ぎたいけど、他の皆さんのようにそういうセンスを私は持ち合わせてないんでね、残念ながらね。あっち当たっちゃうかもしれないな。こっから少しずつずれるかな。いや、もうちょっと進もうか。ここをこうするのがいいのかな。ここをこうするっつったってわかんねえだろ。この辺からね。こうか。で、1,2,3,4 で、1,2,3 変な形かな。ここだけ細くなっちゃうからどうしようかな。削るのはここだよね。整ってるわけじゃないけど悪くはまあないかな。こうこうの方がいいのかな。あ、これだとなんか整って見えるな。いいね、これで曲がってはないけど斜めにこう進んでね。そうそう、ネザーとかね、オーバーワールドじゃない、エンドとか以外でもね、オーバーワールドの少し離れたところでね、自分たちの集落作って暮らしてる人たちもいますんでね。代表的なのは滝本さんの羊村ですね。あそこ楽しそうだなって思いますね。これでこっち側はもう全部の家の道が通ったかな。綺麗な感じになったと思いますね。最初の草っぱらに建物が建てるだけの風景よりはね。もうやんない。よしよし。ミルクラ。はい、というわけでね、久しぶりにですね、マイクラをやってですね、ちょっと道をつなげながら軽く雑談をしつつですね、道を掘っていくという、そういう退屈な回でございました。私は楽しかったですけどね。ですね、先ほども言った通りね、誰でもね、なろうと思えばマグ兄弟になれますので、ぜひね、検討していただけたらと思います。で、兄弟サーバーの中でね、もしお会いすることがあれば、ぜひギラクルに声をかけていただけたらと思います。それではね、今日の動画はこれで終わろうと思います。次回は、以前に撮った、ずいぶん前に撮った、マグ兄弟の動画になりますね。家を建てたんで、ね、その回になると思います。一応、リプレイモントの画像も使おうと思ってますが、どういう風に使えるかどうかは、現時点では私もよくわかっておりません。では、今日の動画はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、コメントとかね、高評価、チャンネル登録等々していただけたらね、私の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今日の動画は終了にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。